主の熱、それは揺るぎなくて揺らいでいる期待感なの。痛みしょげた花が背伸びしてるのは、壁を越える想いを捨てられてながら、誰かが決めた箱庭のルール出してみた。少しは僕らは大人になれたの。風が運ぶ種は色鮮やか。フラワーフラワー君の。ねじ巻き時計の中、壊れたパーツを見け、小鳥が月を目指し羽ばたいた。誰も気づかないまま眼差しは張り詰めて、夢を抱えたままでいいのかい。ねえ、おかしな話だね。
ほらほら耳を貸したよ。もしもよろしければですが俺と一緒に全て捨てて逃げよう東の国へ。寂しそうなその赤い唇に優しい魔法をかけるよ。さっさとドレスに着替えて世界一上品様踊りましょうか。でもあなたを欲しがって僕らを夢中にさせちゃって奪うよ愛のキス。瞳閉じてプレゼント空に光るあの星を二人のものに。世界があなたを欲しがって俺たち本気にさせちゃってその名はジュリエッタ。はい、曲がったことが大嫌い。二つ目、燃えるような情熱ハート。三つ目、経験豊富でイケメン。妻にふさわしいのはお姉様。笑わせんなじゃらりだけじゃん。それにあいつは寝起きが悪いし。僕が君を幸せにする。皆さん静粛に委ねましょう。祈りの章一心判決は俺様の勝利です。一つ目、根拠がないこと大嫌い。二つ目、癒し系だと言われます。三つ目、この面積でイケメン。つまりふさわしいのは僕だよ。笑わせんなナルシスとか。それにあいつはコーヒー飲めない。俺が君を幸せにする。皆さん静粛に委ねましょう。祈りましょう。一心判決は楽勝で僕なんです。イキアビ上国だ。最高最戦おした。どうですか、倒した気持ちは。悔しい悔しいです。悔しいな、これ勝ちました、イエーイまこれでもおもろいね。